皆さん、チャプ口カンパニーへようこそ。チャプです。メイス・ウィンドゥのライトセーバーです。彼のライトセーバーだけ唯一紫色っていうのがあるんですけど、その色ごというよりかは持つ部分がどちらかというと好きです。グリップの部分がすごくかっこよくて、金なんですよ。金のメッキみたいなのが入ってて、初めて買ったライトセーバーのおもちゃ、あのプシュンってしたらビュンって伸びるあのプラスチックのやつね、あれも実はメイス・ウィンドゥだったんですよ。それっていうのは、あの時そんな別にメイス・ウィンドゥが大好きっていうわけじゃなくて、エピソード3ね、あのシスの復讐でスター・ウォーズが盛り上がった時、あの時にあのライトセーバーが欲しくて、ほんでトイザースに家族で行ったんですよ。でもう本当にもうウキウキして、ああもうあの時あのやっぱりそのジェダイが好きだったので、あの青いライトセーバーが欲しくて、あオビアン・ケノビのライトセーバーとか狙ってたんですよね。で行ってさああるかと思って行ったらですね、全部ほとんど売り切れてて、残ってたのがキー・アディムンディっていうキャラクター、あの時代ね、ちょっと脇役なんですよね、とあとこのメイス・ウィンドウのライトセーバー、それとドゥーク伯爵が残ってたんですよ。ドゥーク伯爵ちょっと一人だけ曲がってるやつね。この完全なる脇役のライトセーバーしか残ってなくて、もうほんと悲しかったんですよ。あの時ね、本当はオビワンケノビとか欲しかったのに、結局選んだのがメイス・ウィンドウだったんですね。あのよくよく映画を注目して見てみたら、すごく持ってる、ね、グリップの部分がすごくかっこよくて、金なんですよ。金のメッキみたいなのが入ってて、おこれはかっこいいと思って、で僕は高校2年かなぐらいの時に初めて買った、夢のまた夢だった FX ライトセーバー、もう本当は音もちゃんとリアルなやつ、結構高いやつね、あれがあのメイス・ウィンドウだったんですよ。ということでメイス・ウィンドウのライトセーバーが一番好きです。スター・ウォーズのキャラ真似してマスター・ヨーダ、ルーク伯爵。